黒、これが緑とか、ミワさんがこうあるゴールドとかさ、あるじゃん。どうも、ポジティブニノティブクリエイティブニノアカデミアニノです。本日質問何来ちゃったの？ RGB と CMYK は何が違うんでしょうか？やっていきましょう。本番、よーい、スタートです。ニノさんのアカデミア。 RGB、CMYK 何が違うのっていうところなんですけど、わかんない。定格の超細かいところまでは分かんないから適当に話しちゃうんで、間違ってたらコメント欄で教えてください。多分もっと正確なことがあるから。でもこれだけ覚えときゃいいよっていうところ言っておくと、 RGB っていうのが要するにレッド、 R レッド、 G グリーン、 B ブルーっていう3色があります。この3色が交わることによって他の色が生み出されるわけです。よく絵の具でもあるじゃない、青と赤を混ぜたら何色になるよとか。要するに世の中、人間が目で見えてるものの、このこれが黒、これが緑とか、ミワさんがこうあるゴールドとかあるじゃない。そういう色を作るときって、色がどういう風に混ぜていくかっていうので、いろんな色を作り上げてます。 RGB ってどういう時に使われるのっていうと、これだけ覚えててください。 RGB 使われるのが動画の時は RGB っていうもので、テレビのそういうものが全部映像化されている。で、 CMYK って何って言ったら、 CMYK 使うのはグラフィック、要するに静止画、イラストを描いたりとか、紙媒体になる時は CMYK で作ります。だからそこが分かんないで、映像業界の人とかが自分でちょっとフライヤーとかポスター作るって時に、元々の設定を RGB で作ってたりするんだよ。で、出来上がったっつって、データを印刷に出して、印刷上がってくると、全然作ってると違うんだけどってなってんだけど、それは君が RGB で作ったからだよっていう。印刷物するんだったら CMYK で作りなさいっていう。 CMYK でちゃんと色を整えて作ることによって、自分で作った色と印刷された時の色が全く同じようになるっていう風に思ってもらえればなと思います。そこだけ覚えとけば、基本的にその使い分けは別に問題ないと思います。で、 CMYK って何の略っていうと、 C シアン、 M マゼンダ、 Y イエロー、 K って何？え、 K ってブラックの違くない？やば、忘れてたわそれ。 RGB は B がブルーなんだけど、 CMYK の場合はブルーっぽいのはシアンっていう、ブルー寄りの色で表しています。 M は赤じゃなくてマゼンダの M、 Y はイエロー、 K はブラック。この4個の色をさっきと同じように混ぜてって、いろんなちゃんとした色を表現していくっていうのが CMYK。 皆さん何と何でできてるんですか？これは金と金と金、略してトキン。Quand t'es venu dans la rue inconnue。 いやいや、もう一回聞いて、ちゃんと答えるから。皆さんは何と何でできてますか？アイドラブ。 Quand t'es venu dans la rue inconnue。 人間が見てる、これは何になるんですか？確かに面白いこと聞いていくんね。俺もそれ知りたい。人間が目で見るのって CMYK、RGB どっちになってるの？でも不思議よね。 IQ 低いような意見ちゃうかもしれないけど、人間のさ、目が RGB だったとするじゃん。でもグラフィック作るときは CMYK 作ってるじゃん。印刷したら印刷物でその CMYK が出てくるじゃん。 CMYK で出たそのグラフィックを見てる目は RGB で見てるんでしょ。どれが答えになろうと思わない？ CMYK と RGB を判断できるのが人間の目なんじゃない？違かったら本当にごめんなさい。ちょっと分かる人ならコメントをください。人間の目ってどっちの色ベースで判断してるのっていうのは知りたい情報かな。 RGB っぽいです。何のこと言っちゃう？俺もなんか質問しようかな。逆に俺が質問する番組になってきた。皆さんはどの色が手作りで好きですか？黒、ダントツ黒。絵に対してのトーンは、ニノさんの好きなトーンは作品見てもらえば分かると思うんだけど、階調っていうのがあるじゃない、色、波形モニターとかあると思うんだけど、ニノ作品っていうのは大半がそうなんだけど、 CM とかになってくるとほとんどがこの波形にちゃんと綺麗に収まってる色味で作るんだよ。絶対じゃないのよ。その理由は何かっていうと、やっぱり商品がある以上、商品の色を変えたりするといけないから、リアルな商品の色を出さなきゃいけないとかあるんですよ。もちろんマスク品ってそこだけするとこあるんだけど、ミュージックビデオとかライブ映像とか、その決まりがないものに関してで言うと、僕の作品もそうだし、僕が好きなのってもうハイですね。明るい部分だったり暗部、暗い部分を一回ぶっ潰しちゃうっていうのが、もう黒は黒の情報でもなくして、潰した後に潰したものをちょっと持ち上げるみたいな。で、その上げたところでフラットになった暗部の部分だけに気持ちなんか面白い色味を入れてみたいな、いうことをする色味の作り方が俺は好きだな。例えばさ、この俺の服、艶があるからさ、こっちツヤないじゃん、ここツヤあるじゃん。これをさ、どんどん色を締めていく、潰していくと、こことここの境がなくなると思う。ある意味黒黒だから、ギューってなくなっていくと、俺の顔だけが浮いてるみたいな。
回潰してほぼほぼ1レイヤーに見えるようにして、逆に2個を1セットとして両方を浮かしていく。そこにちょっとあの黒じゃない色味を入れて遊ぶみたいな、っていうことをすると結構俺は好きな色味になってくるから、まあ生っぽさを消すっていう考えでもあるんですけど、全部綺麗にはっきりパキパキ色がしっかり見れば見るほど肉眼で見るリアルすぎちゃって、ちょっとテレビっぽくなっちゃうっていうところがあったりするんで、非現実な色味を作るってことがよくやるかなと思ってます。でもやっぱ一番リアリティがない絵を作る上で色味で一番手っ取り早いのはやっぱ暗部で遊ぶっていう、灰の階調の部分、明るいところでもなく中間でもなく一番暗い色に何かの色を入れるだけでやっぱ生っぽさを一気に消えるかな。それはまあ学生のみんなを覚えていたらいいかなというふうに思います。粒子もね、悩ましいんだよね。粒子の良さが分かるさ人たちがもうほぼほぼこの世の中に残ってないのよ。あれはもうクロードのこだわりでしかないなって最近俺は思ってる。正直ついでなんで説明しちゃうんですけど、ノイズ、またの名を粒子、僕らは粒子って呼びます。ノイズっていうとなんかあんま良くないイメージになっちゃうから、今の若い子たちは分からないと思うんだけど、僕らの時代はギリギリ動画撮影する時はフィルムってものがありました。映像だったらあんまないけど、写真撮る使い捨てカメラとかじゃない、フィルムって今最近また流行ってるでしょ。フィルムとデジタルの違いって、撮った時にこうノイズが入る、特に暗いものを撮ったりすると入る状況、粒子がフィルムだとすごい綺麗な、その同じようにノイズが入ってて荒れてるんだよ。この粒子感がものすごくこの生っぽさを消す、これが逆にかっこいい、いい絵だなっていうのは大体フィルムで撮ってたりとか、それがやっぱデジタルが進んでって、デジタルビデオだけど疑似で嘘でフィルムっぽい粒子を入れますよみたいなことをするカメラもいっぱい出てきたりしてるんだけど、まあ、そこの境がこうあんま分からないような、デジタルのその粒子が優秀になりすぎちゃって、もうパッと見分かる人いない。その粒子を入れることによってやっぱりこう色味もちょっと変わるのよ。こういうエッジの部分が全部こう粒子をやることによってやっぱちょっと滲んでくるから、それでズシンと重い絵になってくる。それがやっぱ生っぽくもなくてかっこいいっていう絵なんだけど、最近ちょっとっ悲しいのが、動画のベースがさ TikTok とかさ、そういうコンテンツが多いわけで、そうなると確かに見やすいのは粒子がない方が見やすいよ。俺からしても粒子が入ってるような絵とか見るとちょっと見づらいんだよね。クリアでパンってきた方が見やすい。だから今の子に粒子の話をしても、ただただ汚れてる風にしか思ってもらえないから、あんま入れることはコンテンツによって分けてるっていうのがリアルな話かなと思います。です。ムービーとしてもう同じ考えですか？同じ考え、同じ考えだけど、ディスってるわけでもなくバカにしてるわけでもなく、ずるいって言ってるわけでもないけど、ずるいって言ってるわけはちょっとあると思う。スチールは楽だよ。楽っていう例えは失礼になっちゃうけど、スチールはいい、夢が広がる。だって1枚だもん。動画は動くんで、1秒間に24枚30枚っていう写真が並んでるパラパラ漫画になってるから、ちょっと何か変えるだけでもまあえらい大変。スチールの1枚絵は合成も簡単にできるし、何でもできるよ。できないことないもん、スチールで絶対に。だからいいなって思ってます。ニノさんのアカデミア、ということで今日のニノアカデミアはこのぐらいで終わっていきたいと思います。次週復習復習、次回も間違えることを願って、今日はこのぐらいで終わっていきたいと思います。じゃあね、バイバイ。